もシャロンです。というわけで今回はですね、リアルガデッキ組んできましたよ、原さん。来ました。まあ、さっきパルキアでボコボコにしたわけなんですけれどもちょっとディアルガの方もね見せていきたいと思います。ディアルガはね、ちょっとデッキはまあこういうの組んでほしいんでしょってね、公式の人は思ってるんじゃないかなっていうような感じで組んでみました。まあディアルガに関してはね、もうね、ほんと4パターンぐらい正直もうデッキ組みました。ほうっていうのは、一発目はやっぱこれかなっていう感じでね、やっていきたいと思います。お願いします。最初はグー、じゃんけんぽい、アイコで勝利先行。いい、タネはいません。あのデッキに引かせるのはやべえ気がするはい、お願いします。お願いします。1枚引きます。お、この対面いいね。確かに。じゃあクイックボール、うん、博士の研究を切るね。ロケットスタートとか。なるほど。まあ、一旦相手アルセウスだからコイルで、なるほど、こいつね、一旦目し倒れるとかってことはないだろうから。で、さらにコイル出して、はい、冷静な男だからエネ張って、これで番終わりますわ。なるほど。ゼロ。クータ。はい。ワンパンはされないだろう。ボール。はい。メリーボーケ。このエネルギーは本当は結構やりたいけど、次のターンで打ちたいので、ステージに貼って終わり。1枚引きます。はい。じゃあちょクロバットから引いたから入ろうかな。3枚引きます。はい、はい。うんうん。なるほどね。ハイパーボールで博士の研究とポケモン入れ替え、トラッシュして、一旦進化していくわ。まあ、さすが進化。こいつね、まあ、1エネ攻撃できるんだよ、実は。ああ、確かに。地味にね。じゃあ、これで博士の研究。はいはいはい。回るね。いや、もうサポ打ってるだけだけど。回るね。じゃあ、オリジンディアルが V 出して、はい。まあ、じゃあ、手張りしてメタルブラストで80ダメージ。結構痛い。意外と痛いよ。意外と1の技にしては軽く出る。80じゃねえわ、120だわ。やばいやば。え、強く意外と出る地味に強くないか。地味に強い。普通に強いの投げる。本当に地味に強い。3もらいます。ドロー。ここ進化して、はい、ロボット4枚引きます。ハイパーボール、はい。で、アルセウスを進化させます。はい、で、良いでしょう。そのままスターバース、これを持ってきます。恥ずかしいだろう大丈夫大丈夫。視聴者は、それそれって思ってるかもしれないからね。いやいや、これはね、深い、はい、深い思惑があるわけ。深い思惑ね。深いのよ、これ分かってる人なかったね。うんある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 。で、トニジノバでエネルギー貼ります。ういはい、1枚引きます。じゃあオリジンディアルが V スターに進化して、はい、手張りであれだな、倒せるな、160で。ああ、なんか意外と座点出るな。そしたらクイックボール使ってボスの指令トラッシュ。なかなか思ったようにいかないが、ネオラント V で持ってくるのがマリー持ってきます。はいはい、じゃあ覚えします。はい、5枚。うん、来た。はい、ここまで出なかったやつを降臨させるわ。ついにこのシャッフルね、大事だよ。じゃあ雨きた、ジバコイル。本当はね、とあるカードを経由してこの動きをするつもりだったんだけど、はい、じゃあ特性、自分の山札を6枚見て鋼エネルギーを好きなだけ選び、自分のポケモンに好きなようにつける。来ました、ガチャガチャタイム。というわけで、おお、やばい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 。で、残りはヤフェもしキメなんだけど、やばいやばい、待って、これ話変わったぞいきなり。やばいやばい、これどうしよう、あるかこれかますか、もう急に。ちょっと待ってね、やばいやばいやばい、はい、やばいこと起きてる。でもね、今あれしてもね、ちょっとうまみがないんだよ。いやいや、行こう、行くか、行こう、ここはもう打てる時に打って、打てる時に打ってこう、動画動画ということなり。じゃあ行きます。はい、スタークロノス気絶で2枚取ります。気絶の、そして追加ターンを得ます。やばいな。じゃあ1枚引きます。追加ターンのこの1ターン目どうしよっかな。やばいな、追加ターンはやっぱロマンがあるな。かなりある。ここでね、ボスの指令とかってもうここ抜いたらもうほぼ終わりだったんだけどちょっとね、ベンチも埋まっていて噛み合わないということで、石使います。鋼エネルギー2枚トラッシュして、山から好きなカードを2枚持ってくることができるんだけど、はいはいはい、あー、なるほどね、もう
もうこれでね、ギャンブル中毒って言われた宴開催中さっきので完全にハマっちゃったよ。ハマっちゃったそしたら、はいはい、まあアメジバコイルで1回目6枚見ます。えやまあでも当たり減ってるからね、まあ、さっきがね当たり減ってるからまあそれは当然っちゃ当然なんだけど、そりゃそうよ。じゃあ2回目楽しい楽しい。ああ1枚1枚ああ1枚かよ。まあまあ、じゃあこれで使います。メタルブラスト240ダメージ気絶で2枚。えぐいなあ。なんか急に盤なんか急にサイド急になんかサイド入ったし盤面もなんかボコボコになっちゃったやべえこれ楽しい。ガチャガチャビッグボールクルバスト持ってきて、うん、でサメが発動。はい、言うて実ははるか昔のことのように思えるけどマリー食らってるからね。はるか昔地味に地味に食らってる。普通に結構こっから立て直すのはしんどいっていう。クロバットで4枚ドロー。ペーパーボール、はい、それとレックになった。とりあえずそいつだけは許さん。マジで僧侶の波動は使いたくない理由があると見た。次のターンもこいつに頑張ってもらわないといけないので、うん、一旦このターンは1枚で1枚で落ちるか。やはり1枚でダイバース100点と。まあ DR が君召喚して1枚引きます。はい、でも実はなんとねボスの指令があるんだけど、うん、エネがなくてなるほどなるほど。だからエネがついたら終わりなのよ。クロバットを倒せると。そうそうそう、お香を使います。はい、でオリジン DR が持ってきます。はい、で、これをクイックボールで捨てます。はい、圧縮して、そしてこれで持ってきたオリジン DR が、はいはいはい、もう暇だからもうハイパーボールとかも打ちますで、もう本物の空っぽになりましたと。はい、空っぽでね、ちょこれエンターテインメントしたい気持ちもあんだよないや、さすがにやめとくか。レックザ VMAX ワンチャン当選だねっていう思っちゃってんだよなるほどね。エネルギーリサイクルが入ってて、はいはいはい、山めっちゃ薄いからエネルギーリサイクルでこれ全部戻すとめっちゃ当たりそうですごい興奮しそうだなって感じなんだけど、気持ちいいね。まあもうここは一旦あの勝ちのために僕はやっぱ1回目のギガマグネット1、2、3、4、5、6。いや強い、これでね、普通にこれでこれでもうクロバット落ちるから、これでこれでもう一応書いてるから、一応書いてるからですけど2回目。はい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 、で今これ6枚ついてるから280出ますよと、はい、いう感じなんで、まあ、ボスの指令で、でちょっとね、惜しかったけど、はい、まあ、勝ってことできたと。そう、博士なんだよ。博士で、エネルギーリサイクル引いて、あ暴れようかなって思ったんだけど、ちょっとなめっぱね、しませんでした。いや、でも自由ぐらいの普通に。いや、マジこれやべえな。磁場コイル立ったら本当に強い。うん、4枚ヒットで世界が崩壊したんです。世界が崩壊した。完全に。という感じでね、まあ、席で不思議な飴と磁場コイルを持ってきて、磁場コイルで暴れるというね、リアルガデッキの対戦でした。じゃあ、デッキ解説。はい、デッキ紹介です。今回はこちらオリジン DR が V スターを、診断の磁場コイルと組み合わせて組んでみました。まあ、動画で見ていただいたように基本的には磁場コイルを、頑張って立てて、まあ、磁場コイルの特性で DR 側に加速しながら戦っていくというね、めちゃくちゃね単純なデッキではあります。でまあポケモンの配分としては DR ガラインが4、3、そして磁場コイルが3のコイルが4で、まあ、レアコイル1枚入れてもいいかなと思いましたね。でクロバットとネオラントが1枚ずつで、ボールがクイック、ハイパー、お香となっていまして、入れ替え札が、ポケモンエリカ4枚になってるんですが、動画で使ったやつはね、穴抜けの紐1枚入れていたりとか、1枚ね、入れ替え札を減らしてマリーにしていたりします。まあ、基本的にはね、もう前にね、ディアルガがずっといるっていう感じなので、なんか結構逃げ絵の重いポケモンが多いから入れ替え札多めにしていたんですけれども、まあ3枚ぐらいあればいいかなと一応思いました。でエネルギーリサイクル1枚入っていて、まあ、これは、まあ、動画でもね話していたように鋼エネルギーをね抱えたディアルガが落ちてしまった後にエネルギーリサイクルを使ったりすると、まあ、磁場コイルのヒット率がね大幅に上がりますので、次のねディアルガ V スターが、まあ、相手のポケモン VMAX とかでもワンパンで落とせるぐらいエネルギーがめちゃくちゃつくっていう可能性があってね、まあ、採用していますね。まあ、もしかしたらここちょっと増やしたりねする可能性もあるかもしれません。で不思議な飴が3枚、まあ、磁場コイル出すために必須で、まあ、磁場コイルはねゲーム中に2体ぐらい出したいなと思いました。まあ席を使ってね基本的には、不思議な飴と磁場コイルをサーチして出す流れになります。で大きなお守りが1枚入ってますね。
まあやっぱり280っていうラインが310になるとね、あの強いっていうのはアルセウス V スターのお守りで証明されてると思うので相性はねいいと思います。このデッキはエネルギーがねかなり余分についたりするぐらい、まあ、つく予定のデッキなので、まあゴダレベルトとかで火力を増強するよりは、大きな守りで耐久を上げた方がいいかなと思いましたね。2枚目入れる枠が欲しいです。エネルギー1枚減らしてもいいかもしれないです。で、博士の研究4枚と石2枚、そしてねあのここにマリーを今1枚足してます。こちらのレシピはねちょっと練習前のデッキレシピになっているので、まあ、ちょっとさっきの穴抜けとかねあの細かいところちょっと違うんですけれども、まあ、マリーはねやっぱり不思議な飴とか切りたくない時に、まあ、1枚とか入れておいた方がいいかなと思いましたね。でまあボスの指令2枚、まあボスの指令は基本的には前のポケモンを大火力でね落とせるデッキになっているので、まあボスの指令は2枚ぐらいでいいかなと思いました。でエネルギーが16枚入ってます。まあ、ここは1枚ぐらいは減らして、まあ、大きな守りの2枚目に変えたりとかも検討っていう感じですね。まあ、ただやっぱりエネルギーは大いに越したことはないです。ジバコイルのヒット率に関わると思います。まあ、正直このデッキレシピはあの最新弾発売したらね新カードがたくさん発表されて、あれこのカードを入れないとなとかってねいろいろなったりすると思うので、まあ、正直このデッキレシピ自体に今の時点でそんなに意味はないと思うんですけれども、まあ、こういう動きをするよっていうようなね紹介程度で、把握の方お願いします。それじゃあ見てくださってありがとうございました。シャロンチャンネルでは今後もねタイムゲイザースペースジャグラーの新カードを使った動画もねガンガン情報公開と同時に出していくつもりですので、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。